それでは早速、見終わったばかりのお客様にお二人からまずは一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずはこの映画の監督になります、エリック・クー監督です。 Hello. Thank you so much for attending Tatsumi. And、it's a film that I really was very passionate about while I was making it, because、for me, Tatsumi Sensei is a real talented artist.And I'd also like to say that without him, there would not be any words in the film. He did the voices of six characters. 皆さん、本当にあの月曜日の午後というこういう時間に東京国際映画祭に、こんなにたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。あのここにあの辰巳先生が一緒にいてくれたらなという思いなんですけれども、先生、今病床の病気になられていまして、ご一緒できないんですけど、その代わりに僕はあの彼の作品がこうやって本になってまた新たに出版されているので、胸に抱きながら今日はこの、上映会に参加させていただきます。本日なんですけれども、この映画辰巳が、まあ辰巳義弘先生を描いたこの作品がです凱旋上映ということになりましたので、それをお祝いして特別ゲストの方にお越しいただきました。ご紹介したいと思います。加藤夏樹さんです。はい、そしてもう一つ、はい、別所哲也さんに渡していただけますか。先生の作品を実は初めて見させていただきまして、あの私自身が経験したことのない時代をこう反映しながら作品のストーリーをこう重くなりすぎずでも優しくなりすぎず、見終わった後に絶対何かを残してくれるっていうこの作品に非常に感動しました。何より、劇画のこの世界ジャンルを確立させたのが辰巳先生ということで、辰巳先生がいなければ今私が普段見ている漫画やアニメーションはなかったのかもしれないなと思うぐらい、やはり辰巳先生の功績、あの実績にはあのすごくこう身をもって感動させていただきました。一番この、まあ、短編集 5作品ある中で衝撃を受けたのは愛しのモンキーでしたね。何でしょう、この報われない主人公と、そして可愛いんだけどかわいそうなこう結末になってしまうモンキーっていうのに、こう家で見させていただいたんですが、もうモンキーがあーってなった瞬間に、私は犬を飼ってるんですけど犬を抱きしめて、なんかそういうことは絶対しないようにするからっていう、なんかそんないろんな思いがあの込み上げてきましたね。あの私も一役者として、そして一漫画アニメファンとして、あ、作品を見た人に何かを残すってこういうことなんだなっていうのを、こう初心に戻るというか、そういう気持ちを思い出させてくれたのにすごく感謝しています。 Yeah, frankly speaking, I feel that, you know, the stories by Sensei are really powerful because they are filled with humanity, andI'm so happy that someone as young as her can also embrace, you know, the works of this great artist. 個人的にはスタジオジブリの皆さんにも、それからアンノファンにも、押井守ファンにも、日本の漫画アニメが大好きだという方々には、辰巳義弘を知らないのかと、ぜひメディアの皆さんにも声掛けをしていただいて、この辰巳先生の世界の人たちがこんなに愛している世界が一体何なのか、僕たち日本を知る一つの大きなきっかけだと思います。オリンピック前に私たち日本人がどんなところで、世界中が魅了されているのか、ぜひこの作品を通じて感じ取っていただけたらなと思います。今日は本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。今回この映画の声優を務められました別所哲也さん、そして花束ゲストの加藤夏樹さんでした。ありがとうございました。